お疲れ様でした。出たー、はあ、ちょっとの間、蒼天堀からお前の姿が消えたって報告があってな。救いはないんか。心配したんだぜ。てっきり誰かに殺されて川に沈められたんじゃねえかって。留置場の西谷に会いに行っとったんや。へえ、わざわざ留置所にまで足を運ぶなんて仕事熱心じゃない。だって佐賀はお前やった。うわやばいやばいやばい。蒼天堀はお前の庭じゃねえんだよ。檻なんだよ、檻。ホテルでさえ出かけるときにはフロントに一声かかるよな。檻の中のお前が何黙って出てんだよ。怖なあ、なあ。でよ、そんなに急いでどこ行くつもりだったんだ。もちろんあんたに報告しに行くとくや。確か言えないよな。だよな、よかった。怖こんな場所でお前殺したらかわいそうじゃ。掃除のおばちゃんがよ。もう蒼天堀に救いはないんか、マジで。え、ああ、佐川さん。お疲れ、マジマちゃん。そうよ。こんにちは。ちょっとの間、蒼天堀からお前の姿が消えたって報告があってな。はい。心配したんだぜ。てっきり誰かに殺されて川に沈められたんじゃねえかってな。留置場の西谷に会いに行っとったんや。へえ、わざわざ留置所にまで足を運ぶなんて仕事熱心じゃない。まあ、そりゃ殺されたくないピョコですから。なんで蒼天堀はお前の庭じゃねえんだよ。はい、檻なんだよ、檻。はいはい、すいません。ホテルでさえ出かけるときにはフロントに一声かかるよな。はい、はい。檻の中のお前が何黙って出てんだよ。すいません。なあ、なあ。すいませんでよ、いい情報が入ったんで。そんなに急いでどこ行くつもりだったんだ。情報が入りました。もちろんあんたに報告しに行くとくや。すいません喉が。だよな、よかった。落書きするな、お前がな。こんな場所でお前殺したらかわいそうじゃん。掃除のおばちゃんがよ。やべ、コーラじゃねえのかよ。怖さがはマジで。西谷、本当に最後自由奔放だけど、ちゃんと自分の道貫いてんの。すごい好きにできれば真島さんと弁天屋で暴れてほしかった。お前の気持ち分かるよ。お疲れ、マジマちゃん。佐賀、ちょっとの間、蒼天堀からお前の姿が消えたって報告があってな。心配したんだぜ。てっきり誰かに殺されて川に沈められたんじゃねえかって。一方的に沈んでいきましたけどね。留置場の西谷に会いに行っとったんや。へえ、わざわざ留置所にまで足を運ぶなんて仕事熱心じゃない。なあ、こいつやばいね。絶対なんかも。そんなに急いでどこ行くつもりだったんだ。おめでた奥さんのこと殴るタイプやろ。恐ろしいよ。よかった。やめてください。束縛やめてください。こんな場所で。怖いですよ、マジで。かわいそうじゃん。掃除のおばちゃんがよ。
怖い。ねえ。ああ。お疲れ、マジマちゃん。すいません。ごめんなさい。ごめんなさい。ちょっとの間、総天堀からお前の姿が消えたって報告があってな。ごめんなさい。心配したんだぜ。すいません。てっきり誰かに殺されて川に沈められたんじゃねえ。何もしてません。ごめんなさい。すいません。留置場の西谷に会いに行っとったんや。へえ。わざわざ留置所にまで足を運ぶなんて。仕事熱心じゃない。怖い。ああ、撃たないで。ごめんなさい。檻なんだよ、檻。何も、初めて切れた。待って、怖い。ホテルで出かけるときにはフロントに一声かかるよな。初めて怒ってる。檻の中のお前が何黙って出てんだよ。なあ。なあ。出よう。そんなに急いでどこ行くつもりだったんだ。もちろんあんたに報告しに行くとくや。ほうれん草大切なんで。だよな。ですよね。ですよね。ほらほらほら、もうそんな怒らないでくださいよ。こんな場所でお前殺してる、かわいそうじゃん。掃除のおばちゃんがよ。確かに掃除のおばちゃんはめっちゃかわいそう。それはそう。怖えー、ほんま DV の才能ある佐川。